FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト聖母バニバズセヨ明けましておめでとうございます。新物です。2023年もよろしくお願いします。EK Radio 火曜日は韓国の最新情報や音楽、カルチャーを紹介するエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当の凛太郎くんの質問に答えます。質問はしんくんの今年の目標を教えてくださいなんですけど、今年の目標って言えば僕はできるだけたくさんのファンの方に会って、楽しい時間を過ごしたいです。もっとこうSNS とかが最近こうやっぱり流行ってるんじゃないですか。その中でこういろんな国の方々が僕のことを応援してくれるっていうことを分かって、そういう方々も一人一人も会いたいぐらい、本当にたくさんのファンの方々に会いたいなと思います。っていうことで、次に行きます。僕へ真にメッセージください。メールアドレスは shin@fmyokohama.jp 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。はい、今週の曲ナンバーなんですけど、韓国ではこう年明けに初めて聞く曲でこう一年が決まるっていうことわざがあるくらい、こう最初に聞く曲がすごい大事って言われてるんですよ。なので、皆さんがこう年明けこう僕と一緒に楽しく一年過ごしましょうっていう意味の曲を聴いてください。それではオープニングナンバーいきたいと思います。みんなハッピーになりましょう。テヨンヘッピー。두드린 꿈을 까 그댄 내 귓가에 달콤하게 Tell me baby baby 손꼽아 왔던 밤 널 상상할 때마다 아무도 모르게 미소를 짓고 내 Thinking about you lately 수없이 기다린
お送りしたのはテヨンヘッピーでした。新野がお送りしている FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト、ここで皆さんからいただいたメールを読みます。ラジオネームリーさん、しんくんあんにょん。しんくん特典会お疲れ様でした。3年ぶりに会ったしんくんは前より痩せててびっくりしたけど、でも3年前と変わらずかっこよくて優しくてやっぱり大好きなしんくんでした。僕も大好きでしたよ。特典会ではいつも普通に日本語で話してるけど、実は日本語で普通に会話できることってすごいことだなと思いました。しんくん、日本語をたくさん勉強してくれてありがとう。そして元気に帰ってきてくれて本当にありがとう。次は1月のファンミーティングを楽しみにしていますっていうことです。ありがとうございます。そうなんですよ、12月の23、24、25に僕の特典会があったんですけど、本当に3年ぶりに日本のファンの皆さんに会ってすごく楽しい時間過ごしました。リーさんが言った通りにもう日本語でこういろいろ話してたり、次は来れなかった方も、今回来てくれた方もみんなでなんか楽しいそういう特典会がまたあったらいいなと思いますので、皆さんその時もよろしくお願いします。そして大事なんですよね、一番大事なのは1月のファンミーティングです。よろしくお願いします。できればたくさんの方々と、すごい楽しい時間過ごしたいなと思います。よろしくお願いします。リーさん、メッセージありがとうございます。次、ラジオネームなおさんです。久しぶりにしんくんに会えてとっても嬉しかったです。でも久しぶりすぎて顔を見たら何を話していいのかわからなくなり、ちゃんとお話できなかったです。またダイエットについて話をして励ましてくださいと言ったら、そのままで大丈夫と言われて、友達に話してたら、しんくん優しいからダメじゃんと言われてしまいました。ダイエット長続きするコツとやる気が出るようにメッセージください。また韓国語を勉強したいと思っていますが、何から始めていいのか分かりません。良きアドバイスください。1月も会いに行きますね。楽しみにしています。しんくん大好きっていうメッセージなんですけど、そうですね、まあとにかく、本当に久しぶりだったので僕は会えるだけで本当に嬉しかったです。こうみんな久しぶりすぎて何を話せばいいかなっていうことも言ってましたけど、でもみんな本当に優しくて、なんかこうしんくんと何話せばいいか先にそのメモ帳にこうメモしてきて、可愛かったです、すごく。はい、だからみんなこうちゃんと会話できてました。そしてダイエットについて話なんですけど、長く続くコツですね。僕は一応ダイエットっていうものは1年で痩せるものだと思います。急にこう1ヶ月で5キロ10キロ痩せるのは健康にも無理があるので、僕は1年かけてゆっくりダイエットしたのが多分、僕の秘訣かなと思います。そしてこうやる気が出るようなメッセージ、やる気は僕はそう思います。ダイエットのやる気はこう自分がこうダイエットしなきゃなと思う瞬間が来ると、その時必ずやらなきゃいけないと思います。こう他人が見てああだこうだっていうのはどんな意味もありません。自分が可愛ければ大丈夫だし、自分がこう健康的にちょっとダイエットが必要なだったら、その時やれば大丈夫です。そうじゃなかったらそのままでも大丈夫です。本当にそう思います。自分のことをもっとこう大事にしてください。そして1月会いましょうね。韓国語の勉強を何から始めればいいかわからないっていうことだったんですけど、この番組を聞きながら始めたらいいんじゃないですか。ここには韓国語があるチョジュ西洋もあるので、毎週聞いて勉強してみましょう。それでは1月に会いましょう。なおさん、メッセージありがとうございました。次、ラジオネームケロケロはるかさん。私もサイレント好きで、しんくんのラジオと同じように毎回欠かさず見てます。ファンミーティング応募しました。会いに行きたいっていうことなんですけど、そうですね、サイレント終わりましたね。すごいすごい好きなこう
ハッピーエンドで終わったと思うんですが、本当に久しぶりにこう日本のドラマにハマって毎週楽しみにしながら見てたので、すごく良かったと思います。そしてこう特典会にこう手話で話をかけてくれるファンの方々もいて、いつかこう手話もあの友達の中で手話ができる人がいて、こう説明聞いてたらこう韓国と日本の手話も結構違うみたいで、そういうこうドラマーで手話のことが気になってちょっとずつ勉強し始めたんですけど、皆さんも多分同じ思いだと思います。ちょっとずつねそういうことをできるだけ覚えるだけでもすごいいい、社会になるんじゃないですかね。いいことだと思います。サイレントすごい面白かったです。そして手話をしてたファンの皆さんも可愛かったです。メッセージありがとうございました。僕シンにメッセージまだまだください。shin@fmyokohama.jp。ここでシンからお知らせです。1月28日の土曜日、僕のファンミーティングスタートオーバーアゲインを読売大手町ホールで開催します。ふー、14時と18時全部で2公演あります。今回久しぶりに皆さんに会ってライブもやったりゲームもやったり話も知ったりするんですけれども、直接皆さんの前で何か講演ができることがすごい嬉しくて本当に一生懸命準備しています。まだチケットゲットしてない方はチケットゲットしてください。はい、じゃあ次の曲は、この曲です。シノの雨のち晴れ。お送りしたのは雨のち晴れでした。真のカルチャーミュージアム。
ここでは僕が見たドラマや映画、アニメを紹介します。今回はですね、韓国のドラマを紹介します。韓国のドラマの中で私たちのブルースっていうドラマなんですけど、韓国語のタイトルはウリデレブルース、そのまんまです。私たちのブルース、出演はですね、イビョンウォンさん、シンミナさん、チャスンウォンさん、イジョンウォンさん、シン、ハンジミンさん、キムビンさん、キメジャさん、オムジョンワさん、パクジワンさん、チェヨンジュンさん、ベヨンソンさん、ノヨンソさん、ギソユさん、ゴドシムさんっていう、いろんな方々が出てきたんですけど、チェジュ島を背景にしたドラマで、本当にこう、チェジュ島の方言を使った独特な演出で注目されたドラマです。僕もすごい楽しく見たんですけれども、他のドラマとこうちょっと違ったところは、オムニバスのこう感じのドラマで、こう、一つで全部繋がっているけど、別々のエピソードが全部入っていて、あの、イビョンウォンさんが出るこう、エピソードではイビョンウォンさんが3話とか出てたり、その次にキムビンさんがもう2話主人公してたり、こう、主演もちょっとよく変わる、そういうオムニバスのドラマだったんですけど、すごいこう演出がすごい好きで、僕も、すごい印象に残っているドラマなので皆さんに紹介した方です。多分、日本でもネットフリックスでは配信しているので見れると思うんですけれども、このドラマは本当にこう、韓国語をちょっと勉強したと思う方もわからないくらいチェジュ島の方言を使っていて、そしてチェジュ島の綺麗な景色をこう撮っていて、皆さんがぜひ見てほしいなと思いました。特にこうイビョンさんの演技には本当にやっぱりこう、なんていうの、集中させる力があるっていうか、僕はイビョンさんが出るところが本当に好きだったんですけれども、イビョンさんとキメジャさんっていう親子でこう出るんなんですけど、まあ、あまりにも内容を言っちゃうと皆さんにスポイラーになるのでもう言えないんですが、親子で出るシーンが本当によくて、皆さんぜひぜひ見てほしいなところが多かったです。本当にでもイビョンさん以外にも、主演の方々全部トップスターでこう集まっていて、韓国でもすごいキャスティングだけでも話題になったドラマです。本当に綺麗な話をたくさん含まれているので、皆さんぜひ見てください。はい、ということで、じゃあ次の曲に行きたいと思います。次は何でも叶えてくれそうです。この曲、ウジュソニョイルリ。
お送りしたのはウジュソニャイルリでした。ここでは僕が年賀状を書きます。2023年の干支はウサギっていうことで、ちょっと年賀状を書きたいと思います。今回プレゼントで、2枚を送るので2枚を書きたいと思います。はい、僕は黒いペンが好きなので黒いペンで年賀状を書きたいなと思います。ウサギを買ったことみんなあるんですかね。僕は小学校の時にお父さんがウサギを家にこう連れてきてウサギを買ったことがあります。ウサギ可愛いですよね。このウサギを書いた年賀状には画商って書いてみます。 EK レディオシノのコラボレーション、ウサギの年賀状です。1個は完成しました。2枚目はちょっと色を変えようかな。ウサギをまた描きます。可愛いと思ってくれるのかなみんな。今回はじゃあ芸春って書いてみます。書きました。わー、そしてサインと、はい、年賀状完成しました。わー、皆さんこれを、この年賀状をプレゼントしますのでメールで応募してください。shin@fmyokohama.jp です。住所と名前を書いて送ってください。忘れちゃダメですよ。皆さんこれもらいたい方は shin@fmyokohama.jp ですよ。じゃあ次の曲、1年をすごいナイスにしてくれそうな曲です。次の曲はセブンティーン、アジュナイス。お送りしたのはセブンティーン、アジュナイスでした。
FM 横浜 EK Radio 新大野がお送りした FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト、いかがでしたか？僕新にメッセージや何かやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。新アットマーク FM横浜.jp SHIN アットマーク FM横浜.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあここで明日担当のハヤト君に僕から質問します。ハヤト君、静岡出身ですよね。うなぎコーラ知ってる？それでは最後は新の今日の一言、みんな幸せな一年にしようぜ。 FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト、新小野でした。アンニョーン。